ルーマニアレウ、ルーマニアレウは、ルーマニアの通貨単位。単数型は、レウ、複数型は0、レ ISO4217 通貨コードは、ルーマニアレウ。コード番号は946。補助単位は、バン。複数型は、バニであり、1レウイコール100バニ。2005年7月1日、ルーマニアはデノミネーションを実施し、910を新1レウとした。 ルーマニアは2007年1月に欧州連合に加盟し、ユーロ導入義務を課せられているが、導入は未定である。17世紀、ルーマニアをはじめ当時のオスマン帝国領内で流通していたオランダのギルダーはライオンと呼ばれており、ルーマニアではルーマニア語でライオンを意味す、レイと呼ばれるようになった。この名称が通貨を表す一般的な名称として定着した。 国家の公式の通貨の故障を決める際、より国粋主義的なロムン、ロムナトなどの案を廃止、1867年に、例は国家の公式の通貨単位の名称とされた。ブルガリアのレフ、レブ、複数型は、レバ、レビも、ルーマニアの例と名前の由来を同じくする。補助通貨の番は、お金あるいは、貨幣という意味に由来している。 1867年4月22日、当時のフランス・フランに習い、純度90%の銀 25g を5例、純金 0.29032g を1レウと、等価とする副本位制の通貨として、ルーマニア・レウが導入された。ラテン通貨同盟参加の諸国同様に金貨と5例、銀貨のみが本位貨幣であり、一例屋に0銀貨の純度は83.5%に、 落として鋳造された。1878年以降、ロシアルーブル銀貨は高値をつけ、銀貨の流通が滞るようになった。ルーマニアは1889年に、ラテン通貨同盟に加わり、金本位制を導入した。銀貨の取引は50例以下に限って合法とされた。すべての税金、関税は金で支払われた。ルーマニアの造幣局は、 金貨の発行量が少なく、そのために外国の通貨が流通していた。特によく流通していたのは、フランスの20フランカ、20ルーマニアレート、10日、オスマン帝国のリラ金貨、22.700と10日、ロシア帝国の金貨、20.600と10日、イギリスのソブリン金貨、25.220と10日であった。ルーマニアは1914年に、 金本位制を廃止し、ルーマニアレウの価値は下落した。その後、ルーマニアレウの対アメリカドル相場は、1929年2月7日に1ドルイコール167.20、0、1936年11月5日に1ドル、イコール135.950、1940年5月18日に1ドル、イコール204.290、 1941年3月31日に1ドルイコール187.48、0と推移した。ルーマニアが第二次世界大戦に突入してからは、ルーマニアでウソーバはドイツのライヒスマルクに固定され、その価格は1マルクイコール49.50、0とされ、1941年4月に1マルク、イコール59.50に切り下げられた。 ソ連に占領されてからは、一例ウイコール百ルーブルとされた。終戦後、ルーマニアレウの価値は大きく下落した。1947年8月15日、共産主義化された政府によって、それまでの2万例を新一例ウとするデノミネーションが実施された。この措置は、通貨再編、あるいは安定化指標と呼ばれ、共産主義政府によって、事前の通告なく実施され、 新通貨への交換にも上限が設けられた。この措置は、かつての中流及び上流階層の資産を剥奪し、国有化後には集団のお化を準備し、それによって共産主義の導入を完成させるために行われた。この新通貨は、導入時には150レイコール1アメリカドルとされた。1952年1月28日、再び通貨の切り替えが行われた。 前回の第二のレウへの切り替えの時とは異なり、通貨の種類、現金、銀行預金、負債などに応じて異なる交換レートと異なる交換の上限が定めされた。交換レートは、新一レウイ,イコール二2四百レ0までの幅があった。この時も、事前の通告なしに交換が行われた。共産主義時代の間、 通貨切り替えに引き続いて起こったインフレーションを抑えるために厳しい統制が必要になり、金本位制は廃止された。金本位制の廃止後、ルーマニアレは打艦負荷となり、1970年から1989年までの間、為替レートは政府の定める法律によって固定された。この為替レートは外国との取引の量を表すために政府によって用いられたが、 個人が外国通貨を売買することはできなかった。外国通貨の所持や売買を試みることは刑事罰の対象とされ、最大で10年にわたって刑務所に収監される可能性があった期間は所持していた外国通貨の量によって異なる。このため国際交易は国内の取引とは独立した経済の循環であるとみなされ、その優先度は高かった。 この硬直した構造と1980年代における経済低迷による国内の金余りの状況によって外国通貨への要求が高まった。ニコライチャウシェスク政権はこのインフレーションを容認したため1986年から1987年にかけてのルーマニア市上空前の供給危機を引き起こし食料は配給制となった。こうした経済危機は 政権に対する国民の拒否感へと結びつき、共産主義体制崩壊へつながっていった。共産主義体制が崩壊した後の1990年には、外国通貨の少子が合法化された。1990年代は改革の失敗により、急激なインフレが進行し、1993年には、インフレ率は年間300%に上った。 2003年の時点で1ユーロはピーク時には4万例以上で取引された。1990年代後半から2000年代には金融政策も成功を見せ次第に経済状況は安定化していった。2005年にはインフレ率はパーセントで1桁まで下がった。トルコリラが2005年1月に6桁を落とす通貨切り替えを行ったことにより2005年1月から ルーマニアレウが全世界で価値が最小の通貨単位と目されるようになった。この時は100万霊札も存在していた。しかし、ルーマニアの歴史上では100万霊よりも額面の大きい紙幣は登場し、最大のものは1947年の500万霊札であった。2005年7月1日、ルーマニアレウは再び通貨単位の変更が行われ、 それまでの一万例を新一レウとした。そのため、レウの購買力の大きさは主要欧米諸国と同様となった。この措置は、デノミナーレと称され、単なる変更ではなく、刷新であることを示している。切り替え初日には、紙幣のサイズが異なることによる問題が発生し、問題の修正のため ATM は停止された。新しい通貨での計算は、店舗の仕事を滞らせ、 消費者にも計算の煩わしさを与えた。旧、レウは2006年12月31日までは流通可能であったが、口座はすべて新通貨に切り替えられた。旧、レウから新、レウへの交換期限は定められていない。販売者は2005年3月1日から2006年6月30日までの間、新給料法の通貨での価格表示を義務付けられていた。 2006年の時点で価格を表現するのに、新旧それぞれの通貨とも頻繁に用いられたため、通貨切り替えは潜在的な混乱の原因となり、特に訪問者を混乱させた。表記上は、旧、例腕の表示は桁数が非常に多いので容易に判別可能であったが、市民はしばしば話し言葉で、新語例に相当する旧5万例を、単に50例と呼ぶことがあった。 ルーマニアは2007年に欧州連合に加盟し、ユーロ導入義務を負っている。当初ユーロ導入は2014年頃に予定されて、いたが実現には至らず、今後の導入は未定である。2005年に導入された新レウ紙幣は、ユーロ紙幣と同じ大きさとなっている。1867年に1番2.50馬に、同化が、翌年には20霊金化が発行された。 二十霊金貨は、フランスのナポレオン金貨にちなんで、ポリと呼称された。1870年から1873年の間に50羽二銀貨、1霊二に銀貨が順次発行され、1880年には、5霊銀貨が加わった。1867年の発行では、通貨名称として一番ではなく一番が用いられた。1900年には、 5.1020馬に白銅貨が導入され、1905年には穴開き型のものが発行された。1914年には貨幣の製造は中断され、1921年に再開された時には25.50馬にのアルミニウム貨が発された。102例の白銅貨は1924年に導入、10.2050例のニッケルオ銅貨は1930年に 導入された1932年には100例銀貨が発行された。しかし、インフレーションの進行により、1935年にはより小型の250例銀貨が導入、1936年には100例のニッケル貨が導入、50例のニッケル貨が1937年に導入された。1941年と1942年には、 亜鉛のの2.50零硬貨、並びに銀の200.500効硬が導入された。1943年には100例のニッケルバリ鉄か、1945年には200.500零王道化が発行された。1946年と1947年には500例のアルミニウム化、2000.10、0 0零の王道化、25000.100 零零零、零の銀貨などの新効果が発行された。1947年、ミハイ一世の亡命前には五十場に、一零二2 5例の効果が発行された。共産主義政権の成立後には、1948年と1952年に、一零二2.520例の新効果が発行された。1952年、 新硬果として一番3.50.25バニが発行された。うち一番3.5バニはアルミニウムアオドウカ、その他はオードウカであった。1955年、50バニオードウカが加わった。1960年には新硬果が導入され、5.1525バニの硬果が発行され、1963年にはこれに加えて一例三例の硬果が発行された。 これらはすべてニッケルバリ鉄化であった。九百七十五年には五点一5馬に硬貨はアルミニウム製のものに切り替わり、また九百八十二年には二十五馬に硬貨もアルミニウム化へと切り替えられた。九百七十八年には五例のアルミニウム化が導入された。共産主義体制の崩壊に続いて、硬貨のデザインも九百九十年から九百九十二年に、 かけて新しいものが導入された。新しい効果は1レブの制銅バリ鉄か5.100のニッケルバリ鉄か20.500の王道バリ鉄か100のニッケルバリ鉄かリ鉄か,リ鉄からなる。インフレーションの進行によって1999年、2000年、2001年にそれぞれ500.1、0.5、000効果が導入された。 2005年の通貨切り替え時まで流通していたのは、これらの通貨のみであった。これらの効果その形状ゆえに使いづらいという批判があった。500例効果は、厚さが3ミリメートルほどと、大変厚く、その通貨としての価値の低さに反して、サイズが大きいため、無駄にポケットを占領してしまうと言われた。またこれらの通貨は、材料も粗悪で、しばしば切り込み傷が見られた。 1000例効果は逆に小さすぎ作りも粗悪であった。5000例効果は円形ではない、十二角形ために自動販売機などの効果投入口での取り扱いが困難であった。これらの効果は2005年の通貨切り替え時に5.10、50バニに切り替えられた。2005年に通貨切り替えが行われ、次の効果が導入され、流通を始めた。一番効果は稀で、 銀行でも商店でも取り扱われない。実際には商店での取引ではほぼ常に5番に単位で切り捨てなどの処理によって丸め込まれる。新しい効果もまた批判を受けることになる。これらの効果のサイズとデザインはシンプルであり、目で見て額面の文字を確認しないと区別がつきにくいと言われた。効果は発行後の数週間のうちに参加し、国変してしまい、 効果の材料にも疑問が持たれている。1877年、ルーマニアは5.1020.50100.500の紙幣を導入した。1880年には、これらの紙幣は、ルーマニア国立銀行による発行を示すスタンプが、刻印で、1881年から、ルーマニア国立銀行は2 0 1 0 0零0 0 0 0紙幣を本格的に発行し始める。 1914年には5霊紙幣が再導入され、1915年には1、レウニ霊紙幣が、1916年には500、例紙幣がこれに続いた。ルーマニア財務省は小型の10.2550バニの紙幣を1917年に発行した。五百0紙幣は九百四十年に導入され、一万点1零零零零零紙幣が百四十五年に、 100万、100万、500万、500万、500万霊紙幣が1947年に導入された。1945には、財務省が、ルーマニア国立銀行に代わって20.100、霊紙幣を発行した。1947年、ルーマニア財務省は20霊紙幣を、ルーマニア国立銀行は1 0 0 5 0 0 1霊紙幣を導入した。1949年からは、 ルーマニア人民共和国銀行が紙幣発行業務を行うようになり、500.1000零紙幣を発行した。1952年、ルーマニア財務省は1レウ3.5零紙幣を、ルーマニア人民共和国銀行は10.2500紙幣を導入した。1966年、 ルーマニア社会主義共和国国立銀行がすべての紙幣発行業務を引き継ぎ、1点3.510.2550.100、0紙幣を発行した。1991年、500.1000の紙幣が導入され、200.5000零紙幣が1992年に、1万、0紙幣が1994年に、 5万零士兵が1996年に10万、零士兵が1998年に50万、零士兵が2000年に100万零士兵が2003年にそれぞれ導入された。この他に1999年8月11日の会期日食を記念したデザインの2000零士兵が1999年に導入された。2000.10、0.50 0.100、0.500、0.100 00、000紙幣の最後の発行はポリマー紙幣であった。2005年の通貨切り替え時に流通していた紙幣は次の通り。2005年の通貨切り替え後、105.1050.100500例のポリマー紙幣がそれぞれ発行された。2006年には200例紙幣が追加された。 105.1050.100500零紙幣のデザインはそれぞれ通貨切り替え前の1万点50零点100零点500零点零零零零零零と同一のものが使われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。